今日はちょっとすごいニュースですよ。長崎でですね、郵便局の局員の方ですかね、この方がですね、25年間で12億円公金を横領したというね、おそらくそうだと思います。騙し取ってるわけ。元郵便局長が現金を騙し取るというね。だからこういうふうな郵便局という体質ってのも、まあ隠蔽体質というか、バレたらこうやって謝罪すると、バレない限りはみんなでね隠蔽して、で分け前をもらうみたいなね、まあ、そんな体質だと思いますよね。かといってね、郵便局ってのは私たちの郵便ですとかね、そういったものを一括して引き受けてくださってますんで、なくなっても困るし、でもある以上は腐敗するし、本当ヤクザ組織みたいなもんですね。ヤクザの方がまだね腹くくってるだけマシなんですけども、やっぱりね詐欺の金額がでかい、そういうのはこういった、まあ、公的な機関からいつもね顧客流出とか、こういった横領とか詐欺とか、経済産業省のね家賃分取りね、コロナ給付金詐欺とかね、困ったもんですね。誠にお詫び申し上げますとかね言ってますけども、お詫びするくらいなら金を返せという、ただそれだけなんですよね。謝って返さなくていいって免責されるんだったらね、やっぱ強盗のね独り勝ちということになっちゃいますんで、まあ強盗にも等しいこの郵便局終わってるということはね言わなければなりません。令和たけちゃんもね、この郵便局に対してはちょっとね、モノモーす恥を知れ、法の裁きを受けろって言ってほしいですよね。長崎の事件でございました。